楽天生命パーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対福岡ソフトバンクホークス、この試合の模様をお送りいたします。イーグルスの先発はベテラン岸、対するホークスの先発はベテラン和田、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。右の岸マウンドに上がりました。今日は配球にも注目したいと思います。まずは1回の表、トップバッターは野村。背番号99、はい、第9、見送ってボール。第2球カーブはストライク、カーブに全くタイミング合いません。第3球を投げた、空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。さあ4球目、ボール。第5球投げた、打ちました、一二塁間の当たり、川島取った、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは2番佐藤。背番号30。第9投げました、アウトロー、ボール。投げました、ストレートはボール。投球はこれから3球目、ボール。さあ4球目、打って出ます、ファースト左横のフライになりました、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番柳田。柳田、背番号9。第9初球打った、グラブ弾いた、セカンドのエラーが記録されます。川島今拾った。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。第9投げました、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げました、高め、直球は外れてボール。一塁牽制、タッチセーフ。第3球ボール、投げました、ボール。投げた、決まってストライク。第6球をランナースタートを切った、打った、ピッチャー返し、抜けた、柳田、二塁決定、三塁へ。デスパイネ、ナイスバッティングです。イーグルス先制のピンチを迎えます。第9投げた、ストレートはボール。第2球投げた、打ちました、抜けた、中継、ホークスまずは1点先制、1対0。では先制の場面、映像でご覧いただきましょう。バッターは6番グラシアル。グラシアル、背番号27。第9投げた、初球から打ってった、破ってった、レフトバックホーム。グラシアルいいバッティングを見せました。イーグルスなおもピンチが続きます。第9カーブ見送ってストライク、1球目ストライクから打ちました、スタンドに入りました、ファール。第3球あーっとキャッチャー取れない、そして今拾い直した。次が4球目投げた、打ちました、これは内野へのフライだ、ピッチャー落下点、掴んでこれで3アウトになります。1回の表が終わって1対0、イーグルス先制点を奪われています。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で川島、第9初球はストライク、まずは見送りました。初球ストライクから第2球打ったに当たりだ、ワンバウンドヒットになる、ボールが転がる、イーグルスさらに1点追加、三塁送球、イーグルスこの回4点目、アウト、タッチアウト。リプレイをご覧ください。
1回の裏が終わりまして4-1イーグルス逆転に成功しました。2回の表、これからホークスの攻撃に入ります。この回のトップバッターはリチャード。第9初球空振り。第2球投げました。あっと引っ掛けた、スタンドに入りました。ファール。第3球を投げました。ボール。さあ4球目打ちました。ぐーっと伸びて右に切れました。ファール。投げました。引っ張った。ファール。第6球を投げました。空振り三振。最後は146キロストレート。バッターは9番甲斐。第9投げました。ボール。第2球投げた。打った。痛烈な当たり。一二塁間。甲斐ナイスバッティングです。打順は1番に帰って野村。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。打ちました。初球打ち。三遊間の当たり。あっと抜けた。中継。野村いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。投げた。ボール。第2球外角高め外れてボール。第3球を投げた。ストレート空振り。第4球を投げた。インコース高め空振り。追い込んでから投げた。打った。ショートバウンド取った。セカンドフォースアウト。アウト。ダブルプレイ。スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。2回の表が終わって4-1イーグルス3点リードは変わりません。ホークス、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは柳田。第9決まってストライク。1球目空振りから投げました。見送ってボール。投げました。打った。次が4球目投げました。ボール。次が5球目投げました。カーブ。空振り三振。バッターは指名打者デスパイネ。第9投げました。外れた。ボール。第2球投げた。ボール。第3球を投げた。カーブはボール。次が4球目投げた。4球目ストライク。さあ5球目内角ボール球打った。ショート正面。アウト。これで2アウト。ランナーありません。バッターは5番今宮。第9投げた。決まった。ストライク。第2球投げた。ボール。第3球は見送ってボール。第4球は決まってストライク。第5球投げました。低め。カーバー外れてボール。第6球を投げました。あっと引っ掛けた。サードの頭上。サード落下点。取って、これで3アウトチェンジ。岸見事ホークス打線を抑え切りました。3回の表が終わって4-1です。ゲームは中盤4回に入ります。トップバッターはグラシアル。第9投げました。内角低め。ボール。第2球打ちました。ファールボール。第3球ボール。第4球を投げました。アウトコース低め。ボール。投球これから5球目ジャストミート。あっと弾いた。辰巳今拾った。
グラシアルナイスバッティングです。右バッターボックスは7番野村、第1打席はピッチャーフライに倒れています。第2球ストライク。第3球を投げました。低め外れてボール。第4球を投げた、打ちました。打球は三遊間へ、破った。中継、野村いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。投げた、カーブはボール。投げた、打った、二塁ランナー三塁へ、ファール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、空振り。第5球投げました、打ちました、二塁ランナー三塁へ向かう、ファールボール。投げました、アウトコース低め、見逃し三振。第1球投げました、カーブはボール。まずアウトコース低め。第2球投げました、2球目空振り。第3球を投げました、打ちました、センターへの打球、センター前進、あっと弾いた、取れない。甲斐ナイスバッティングです。イーグルス、なおもピンチが続きます。第1球投げた、1球目ストレート空振り。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、高め際どい、ボール。第4球を投げた、ストレートはストライク。さあ5球目、打ちました、引っ掛けた、これは内野ゴロ。サードから一塁送球、ホークス点差を2点に縮めました。ランナー2人を置いて迎えるバッターは佐藤。今日はファーストフライとセカンドへの併殺打、左へどんどん切れていきます、ファールボール。第2球投げた、インコース低め、ストライク。投球はこれから3球目、低めボール、抜けました。第4球を投げました、外角低め、空振り三振、三振に切って取りました。さあリプレイです。4回の表が終わって4対2ホークス、この回点を返しました。イーグルスリードで迎える4回です。今日ツーベースを打っている川島。第9球、内角低め見送ってストライク。第2球投げました、見送ってストライク。第3球を投げました、会心の当たり、ショートから一塁送球。ここはうまい守備に阻まれました。ホークス、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは柳田、今日はセカンドのエラーと三振。投げました、ボール。第2球、2球目ストライク。第3球、空振り、追い込んでいます。さあ4球目、ボール。第5球投げました、ボール、内角へ。第6球を投げた、打ちました、川島ボールを取る、アウト。柳田いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。第9投げた、チェンジアップはボール。まずは低め、投球これから2球目、打った、ファールボール。第3球を投げた、外れた、ボール。第4球を投げた、打ちました、ファール。さあ5球目、打ちました、サード右横のフライになりました。サード落下点に入りました、取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは5番今宮。第9投げた、カーブはボール。第2球打ちました、引っ掛けた、レフト方向へ持っていきましたが取りました。これで3アウト、岸見事ホークス打線を抑え切りました。5回の表が終わって4対2です。試合は後半6回に入ります。この回の先頭バッターはグラシアル。
第9球投げました、ストライク。第2球投げました、ストレートはボール、アウトローへ。第3球を投げました、ストライク。インコース厳しいところ。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、高め、外れてボール。さあ6球目投げた、打ちました、いい当たり、センターへのフライだ、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは代打牧原、野村大樹に代わりまして牧原大成、背番号36。第9投げた、ボール。投げた、見送ってストライク。第3球打ちました、鈴木掴んだ、鈴木そのままベースを踏んで2アウト。バッターは8番リチャード、ここまで2三振といいところがありません。投げた、ボール。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げました、カーブはボール。さあ4球目、カーブはボール、アウトコース低め。第5球投げました、打った、ファールボール。投げました、変化球、空振り三振。最後は空振り三振で打ち取りました。6回の表が終わって4対2です。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。この回のトップバッターは甲斐。第9投げました、決まった、ストライク。第2球投げました、ボール。第3球を投げた、見送ってボール。第4球を投げた、外角高め、ストレートは外れてボール。第5球投げた、打ちました、ファール。第6球を投げた、打った、武藤落下点に入った、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。打順をトップに帰って野村、第9投げた、初球を打ちました、サード前方のフライになりました、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番佐藤、今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。決まってストライク。第2球ボール。投げました、アウトコース高め、空振り。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、打った、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第5球投げました、ボール。第6球を投げました、チェンジアップはボール。さあ7球目投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、ボテボテのショートゴロ、アウト、スリーアウト、チェンジ。スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。イーグルスリードで迎える7回です。バッターは川島。第9危ない球投げた、打ったに当たりだ、ダイレクトで当たった、打ったバッターは一塁蹴って二塁へ。川島ツーベースヒットを放ちました。これで今日は3打数の2安打。さあ追加点のチャンスにバッター炭谷、今日はセカンドゴロとショートゴロ、投げた、ボール。第2球投げた、2球目空振り。第3球を投げた、ボール。さあ4球目ボール、インコース高め。第5球投げた、ここは選んでフォアボール。バッターは9番武藤、今日はファーストゴロとショートゴロ、投げました、外れた、ボール。
さあ次の投球、マシンで捉えた、ライト下がった、ヒット、二塁ランナー三塁へ、川島三塁です、盗塁。岸降板、マウンド上ピッチャーはブゼニッツ、今日2番手としてマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか、ホークス。この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番柳田、決まった、ストライク、いきなり152キロ。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、流し打ち、どうだ、グーンと伸びて左に切れていきました、ファール。投げました、ジャストミート、抜けた、柳田、ナイスバッティングです。バッターは DH のデスパイネ、今日はここまで3打数1安打。投げました、見送ってボール。さあ次の投球、柳田スタート、ボールを2塁へ送った、盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。第3球を投げた、打ちました、ファールボール。投げた、直球ストライク、高め。次は5球目、投げた、打ちました、痛烈、入れば同点だ、伸びた、伸びていった、入った入った入った、ホームラン、同点、ツーランホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった。今チームメイトが迎えます。今の同点のシーン、リプレイでご覧ください。バッターは5番今宮、今日4度目のバッターボックス。第1球、初球打ち、抜けた、今宮、いいバッティングを見せました。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。ホークス、ダイソーを起用します。俊足の周東、一塁に入りました。バッターは6番グラシアル、今日はここまで3打数2安打。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。第1球、シュート、走った、外れた、キャッチャー二塁へ、盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。リプレイをご覧ください。イーグルス、外野は浅めの守備を取ります。外角低め、外れてボール。セカンド牽制、二塁タッチセーフ。第3球を投げた、リーハイ空振り。第4球を投げた、打った、ボテボテの当たりはサードゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第1球投げました、初球外れてボール。第2球投げました、打ちました、抜けた、中継、牧原ナイスバッティングです。イーグルス、なおもピンチが続きます。負け越しのピンチで迎えるバッターはリチャード。今日はここまで3打数ノーヒット、3三振、アウトコース高め、ストライク、いきなり153キロ。ランナースタート、これはストライク、キャッチャー三塁、二塁セーフ。ランナーを進められてしまいました。高め、外れてボール。投球これから4球目、空振り三振、インコースの変化球でスイングアウトを取りました。先ほどのプレーです。今日2本のヒットを放っている甲斐、大きな声援が届いています。第1球、初球空振り、いきなり151キロ。初球空振りからインコースへ変化球、ボール。第3球を投げました、ストレートはボール。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、打ちました。さあ6球目、打った、三塁ランナーホームに突っ込む、ファール。流し打ち、鈴木うまくさばいています。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。8回の表が終わって4対4、イーグルス同点に追いつかれています。ブゼニッツ降板、マウンドに上がったのは酒井、今日3番手としてマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。さあいよいよ最終回、トップバッターは野村、イーグルス。このバッターだけは塁に出したくないところ。第2球、これも空振り、これで追い込みました。追い込んで投げた、打ちました、
ファウルボール。投げた。外れた。ボール。次は5球目。見送ってボール。さあ6球目。投げた。これは上がりすぎたか。センターフライだ。浅い当たり。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。ピンチヒッターは柳町。に代わりまして柳町。第9球投げた。ストライク。伸びのあるストレート。1球目ストライクから見送ってボール。第3球を投げた。直球決まってストライク。次は4球目投げました。ボール。第5球投げました。146キロ直球。空振り三振。三振に切って取りました。第1球ボール。投げました。インコース低め空振り。投球は3球目投げました。インコース空振り。追い込んでいます。投球これから4球目。見逃しの三振。酒井上位打線を三者凡退に仕留めています。9回の表が終わって4対4です。同点で迎える9回です。ここまで2安打川島。第9球外角高め際どい球ボール。第2球投げました。打ちました。これはいい当たり。サヨナラか。入った。入った。サヨナラ。サヨナラホームラン。イーグルスファンに埋め尽くされたスタンドに吸い込まれていった。ストレートを完璧に捉えました。川島選手サヨナラ勝ち。川島一発で蹴りをつけました。楽天ご覧のように。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧